今回はとにかくグラウンドですね、グラウンドの動きと、あとは、ちょっとね、前回スタミナがちょっとね、思うようなところなかったからね、スタミナの部分と。UWF 自体はなんていうかこう、本当にレスリングをするものの集まりなんですね、集まりっていうか、そのプロの集まりなんですけど、だから負ければ落ちていくし、勝てば上がっていくし。そういった部分でもなんかこう世間一般にこう捉えてる部分のイメージとは違うね、内部でのそういうようなこう競争っていうか、その部分ね、こうやって真っ白な目でリングを見てるとそういうのも見えてくると思いますから、見てください。去年はとにかくもう予想してた以上にね、全てが自分個人のこともそうだし、 UWF 全体を見てもそうだし、もううまく、まあ、行き過ぎたっていう言葉はよくないですけども、予想以上だったですね。年明けで第一戦が、今年の始まりが武道館という最高の場所でできるということ、また名イベントで前田さんとできるということで、もうスタートは言うことないんでね、もうこの調子でとにかく突っ走りたいっていうか頑張りたいです。本日のダブルメインイベント、ファイナルマッチ60分一発勝負を行います。あなたは250パウンド、前田アキラ。青田は240パウンド、高田信彦。
Yeah.
Oh!
15分経過。20分経過。
25分経過。
今日も寝てるところもバンバン怪我だしね。今想像通り
セミペントのなんか昔のなんか前さんを見たみたいな。別に余裕があってそういうのを察知したんじゃなくてね。うわーと思ったんですね。しつこくなってきたな、なんかね、すごいね。だからしつこくってなんかこう気が抜けないっていうか、こう一つ一つ俺の技に対処してるんだよ。ただ蹴りが結構足ごたえあったんで倒れなかったんで、ワオガでなんか精神的にこうなんだあれっていうのは感じですね。でここだと思って当たってて倒れてくれて当たり前の場面で倒れてくんないんで、ここだじゃなくなったんで。ダウンシャドウねとこうやって、なんていうかこうダウンシャドウもう高田が今なんかその上り調子でこうやってバックランに向かってすごい波に乗ってくるからね。こうやってもうダウンっていうのも一つの戦法でね、ちょっと足がフラってきたぐらいでなのに9ぐらいまで休んだとかそういうする戦法もあるんだけど、今の高田にそれをするとすごい調子に乗ってる時だから、バックランに対してで逆効果になると思うんだから。乾杯といっても今日は乾杯ですから、乾杯したから次は勝てないってわけじゃないですか。今日は本当に乾杯です。でも、ね、聞いても差はないと思うね。だからあとはもう その時こうやって何パーセントの自分と戦えたかっていうそれは差だけで。